タレントの武井壮が11日、ツイッターを更新。9日に五輪に関する投稿を行ったところ、誹謗中傷のような言葉が寄せられ、汚え言葉にかまってる暇なんかねえんだよ、と怒りをぶちまけた。武井は9日に、半世紀ぶりのオリンピックを開催できないことになったら、今後数十年その映像や感動でできるであろう、エンターテインメントや新たなスターが、日本の文化の歴史から失われるんだよな、そう、考えたら、残念だ。なんとかできる状況にならんもんだろうか、などと投稿したところ、五輪開催反対派の人から誹謗するような言葉が、届いた様子。武井は11日に、この文章のどこに無理してオリンピックやりたい、というニュアンスが読み取れるのか本当に理解不能と、投稿。どうやら9日の投稿が、いつは絶対やるべし、と受け取った人がいたようだ。さらに、マジでよ、オリンピックは、アスリートのためにやらせてあげたい気持ちあるに決まってんだろ。でもそれ以前に、国民の皆さんが安心できる生活を取り戻すことが、大切だって思ってるに決まってんだろ。と怒りをにじませ、タレントだろうが、同じ人間だろ。心もありゃ、感情もありゃ、人情もあるに決まってんだろ。遊びで金もらっていい気分だ。仕事でやっとんじゃ。スポーツバカだ。ノース字だ。ふざけんな。たくさんの方が従事するスポーツ産業を守るために、本気で向き合ってんだよ。何が悪い。汚え言葉にかまってる暇なんかねえんだよ。怒りはさらに、ヒートアップした。だが、すぐさま、ふう。ええ、お見苦しい言葉遣い反省いたします。怒りでたまにはキレイジー以外もぶっ放してやろうかと、荒ぶってしまいました笑いと冷静な投稿に、戻していた。